お久しぶりです、アランです。ちょっと長らく動画更新してなかったんですけど、今回また旅行に来たので、更新をね、 YouTube の更新再開したいと思います。で、今回は夏休み3週間ゲットして、で、2週間だけ旅行行くんですけど、今はもう実は着いてて、ここがベトナムですね。バイクが多い、ちょっと今バイクが多いと思って映ってないけど、今ベトナムに来てて、で、今回は1泊1000円以下ですごいいいホステルを予約したので、そのホステルの紹介をしたいと思います。今回来てるのがホーチミンなんですけど、泊まったホステルがここです。マイホーミーズインサイゴンっていうところで、で、場所分かんなかったんですけど、なんかこのファミリーマートの奥にあるんですよね。だからファミリーマート直結してて、まあそれもちょっと便利なんで、早速ね、入っていきたいと思います。まあ、ファミマが近くにある安心感はやばいですね。すごい何でもすぐ揃うんで安心します。で、この奥階段上がったところにあるのがこちら、マイホーミーズインサイゴンですね。で、まあ、レセプションがあって、ハロー。で、レセプションがあって、まあ、ここでマップとかもね、なんかもらえたりします。で、これすごいのが、ここ一泊、今回は750円だったんですけど、まあ、750円なんで、もっと安いホステル、多分探せばあるんですよ、200円とか300円とか。で、ここ何がいいかって、まずこのタオル、いくらでも使い放題。で、使ったらここに入れる。で、あと、洗濯機、乾燥機。これフリーです、無料で使えて、なんでそこがまずすごい。で、ただトイレとか水回りはもしかしたらちょっと嫌な人がいるかもしれない。特に女性とかはまず男女共用だし、まあ、こんな感じになっててね、ちょっと嫌な人もいるかもしれないんですけど、まあシャワーも別にお湯出るし、水圧はそんなあれかもしれないけど、まあ普通に使えるし、まあ、ここも結構広々使えるし、ドライヤーがねちょっと風圧とか熱とか弱いんで、もしかしたらそれもちょっと問題かもしれないですけど、まあ今自分ね髪短くして、で、今回の装備がね、実はGH5 に懐かしのパナライカの88をつけて、今回これだけで旅行していきたいと思います。で、ちょっとシャワーなんか、まあ、こんな感じになってて、シャワーで、ショーはしかもこれ手持ちできるんで、それもすごいいい。で、まあ、あとトイレですね。こんな感じになってます。で、ここなんか日本式なのか分かんないですけど、脱ぎます。で、ここが、リビングルームっていうのかな。うん、で、ちょっと今日、朝起きるの遅かったんで、俺は食べれなかったんですけど、まあ、ブレックファーストついてます。朝食もついてて750円です。で、まあ、フォーとか、あとはパン系、バインミーとか、あとまあドリンクもあって、で、これすごいいいですよね。なんで、しかも家庭的なフォー、多分このおばあちゃんが作ってくれると思うんですけど、家庭的なフォーをね食べれるんで、まあ、フォーはファーって発音するのかな、ファーって感じなのかな。じゃあ実際に部屋に入っていくと、こんな感じで、まあちょっとしたリビングルーム、あとロッカーで、ベッドが8個ですね、この部屋に。8ベッドあって、で、これ結構すごいのが、よいしょ、こうやって上がっていくんですけど、まあ、こんな感じになってる。で、クーラーもね、結構、ちゃんと効いてるんで、普通に快適です。で、多分店の奥ってこともあって、多分虫もそんな入ってこない。蚊に刺されたりとかも。で、コンセント見えるかな。あれ、普通に日本のやつそのまま使えます。で、ベッド、こんな感じになってます。なんか、リゾート風なのかな。わかんないけど。で、マットレスも、これシングルじゃないんですよね、多分。
セミダブルぐらいあるのかな。シングルより広くて結構、ちょっとこれがオートフォーカスの邪魔になってる。そう、シングルより広いんですごいいいです、簡単に言うと。よいしょ。はい、大体もう紹介といったらこんな感じなんですけど、はい、まあやっぱりね、ポイントは洗濯機、あとはタオル、あとベッドの広さ、あと空調とかの快適さ、あとはね、みんな優しいです。お兄さんも優しくていろいろ説明してくれます。はい、それでは今回こんな感じで、まあ、ちょっとしたねホステルの紹介だったんですけど、まあホステルの中でもこれ結構綺麗な部類だと思うので、すごい綺麗で、まあ、使いやすくて、まあ、何よりさっきお伝えしたタオルとか洗濯機とかそこら辺のポイントがすごい高いので、まあ、またねホーチミン来た時には、まあ、違うホテルもホステルとかもホテルとかも試しいんですけど、ここはすごい泊まりたいなと思います。最終日一泊だけしてもね、洗濯とかできるんで、その洗濯のタイミングに合わせてここだけ泊まるとか、そういうのもありかなと思ってます。こんな感じで、あとはこれからの予定なんですけど、まあ、陸路でね今回はホーチミンから、まあ、カンボジア通ってプノンペンとかシェムリアップとか通って、で最後バンコク行って、で日本に帰りたいと思います。こんな感じで、またちょっとずっとこう泊まってたんですけど、実はまだ出してないメキシコ行った時の動画とかもあるんですけど、また再開したいと思うので、ぜひチャンネル登録とかよろしくお願いします。また更新続けます。アランでした。さよなら。そういえば、さっきのホステルは空港からグラブタクシー使って、あの車の方ですね、車の方使って7万4千ドンだったかな、うん、まあ2人とかで行ったら1人300円とかそんなもんなんで、まあ、タクシーで行ってもすぐ近く。昨日とかはあの VBN 通りっていう、まあ、バックパッカーストリートっていう有名なところの一個脇の道にあるなんか歓楽街みたいなところで飲んでたんですけど、まあ、飲んでたんで今日ちょっと朝起きれなくて、まあすごい人多くてね、なかなか楽しかったですよ。で今日は2日目で、明日はもうホーチミン出ちゃうんで、今日がまあいわば最終日なんですけど、今日は今これから中央郵便局、なんか有名な観光スポットらしいんで、そこはまた別の動画としてあげたいなと思います。そんな感じでちょっと補足をねしました。マイホーミーズインサイゴン、ぜひ皆さんも泊まってみてください。それではさよなら。